楽天ブックスをご覧の皆様、こんにちは、爆竹です。5月23日にデビュー25周年記念第1弾シングル「エリーゼのために」、そして2011年12月29日に日本武道館で行われました「ザ・デイ・イン・クエスチョン2011」の、ブルーレイ DVD が発売になりました。今回のシングル「エリーゼのために」、ロックな踊れるやつです。カップリングには「夢見る宇宙」、ロマンチックな、そしてどこまでも続くロマンチックな曲です。で、年末武道館でやったDVD が発売になりますが、でデビューから最近の曲まで、ね、網羅してる素晴らしいなと自分たちは思ってますので、よろしくお願いします。はい、そうですね、構成もすごく、流れも昔から今までの本当に画像も含めていろんなことをやったので、ぜひ見てみてください。はい、爆竹を知ってる人、これから知ろうとする人、ぜひ見てほしいです。そして7月、7月には、デビュー25周年記念第2弾シングル、ミステイク、僕はミステイク発売になります。そして同じく7月にはトリビュートアルバムパレード2、こちらも発売になります。そして9月には、25周年をみんなでお祝いしたいと思います。爆竹フェスト、決定しております。今年もよろしくお願いします。爆竹でした。いかがだったでしょうか。今回のライブはですね、インディーズから、今までのアルバムまで各1曲ずつ、割と年代順にということでやってきたんですけども、意図としては25年ということもあって、なんでしょうね、こう今までの自分たちをこう振り返るという意味も含めてそういうアイディアを出しました。そうですね、ライブとかでは画像とかもかなり使って、今までそういうのやったことなかったんで、とてもなんていうんですかね、みんなも喜んでくれたと思うし、自分たちもすごい楽しめました。はい、こちらのライブを収録したブルーレイと DVD は5月23日に発売になります。どうぞお楽しみに。それではこの後、いよいよ爆竹ニューシングル「エリーゼのために」を聴いてもらいます。今回のシングル「エリーゼのために」は、シンプルなリフと、そろそろこんな感じの詩を聴きたいんじゃないかなっていう歌になってます。それではお聴きください。爆竹ニューシングル「エリーゼのために」。